s エスミー・デンター s エスミー・デンターズはオランダ出身、アメリカ合衆国などで活躍する歌手。2006年8月から YouTube にポップソングのカバーを歌いアップロードすることで有名になる。2007年6月には18歳にしてジャスティン・ティンバー・レイクとインタースコープレコードの共同ベンチャーであるテンマンレコードと最初に契約したシンガーとなる。彼女は YouTube から アマチュアシンガーがメジャーに進出する最初の人物となる。ジャスティンとの出会いはインターネットを通じてではなく、エミーがジャスティンのショーに出席したことから始まった。彼女はオランダで生まれたのだが、歌のキャリアは、この YouTube に動画を投稿することから始まっている。ソーシャルワーカーになるために勉強していた2006年、姉妹に借りたウェブカメラで、自身のパワーあふれる歌をネットを通して、 全世界に影響させていくことになる。YouTube の彼女のアップロードした歌は960万回もアクセスがあり、その人気度を伺い知ることができる。また同じ動画のコメント数、お気に入り追加数も群を抜いている。2007年には所属するレコード会社からジャスティンの2007年ヨーロッパツアーに同行させることが発表された。ありがとうございます。